はい、じゃじゃーん。なんとドラえもんのガチャガチャやったらこんなのが出てきたよ。すごい赤いドラえもんだよね。こっちはなんだろうね。ねえ、じゃあ早速ちょっとまずはドラえもんの方から開けてみようかな。よし、ここをペロペロンとめくっていくと、よいしょよいしょ。うわー、あれ、またビニールに入ってるぞ。めくったはずなのにね、すごい頑丈にしてあるね。よし、じゃあここをよいしょ、くれないぞ。ちょっとだけハサミでチョキンとしてみようかな。よいしょ、あ、できたできた。よし、あー、ちぎれちゃったよ。よし、頑張れドラえもん、出てくるんだ。よいしょ、よし、出てきた。じゃじゃーん、赤いドラえもん初めて見たな。こんなのあるんだね。じゃあ早速これ開けてみようか。どうなってんだろう。よいしょ、あ、頭の上が開いたよ。ほら、すごい、パカーン。うわー、中こんな感じになってんだ。すごいね、体が出てきたのかな、もしかして。よし、ここハサミでちょん切ってちょっと中身を出してみよう。うわー、やっぱ体だ。すごい、これにこれがくっつくんだね。すごいね。早速ちょっとやってみようかな。なんか青いドラえもんもあるみたいだね。青いドラえもんもあるし、ドラえもん A っていうのがこれで、タケコプターつけてるのかな。ドラえもんのこれはなんだろうね、 B なのかな。ドラえもん B だね。ドロンパ付きだって。そして秘密道具ミニドラえもん、あ、これミニドラえもん、秘密道具ミニドラえもんっていうやつがこの赤いやつなんだね。他にもこの元祖ドラえもんっていう黄色いやつもあるんだね。ここを開けて頭をくっつけるんだね。よし、早速じゃあ合体だ。まずはこのドラえもんの顔をよいしょ元通りにして、僕ドラえもんって感じだね。ここにくっつけると、うわ、できた、ドラえもんだ。赤いドラえもんだ、すごいな。うわー、これ置物にしてはいいね。ちょうど置いとけるね、ドラえもん。そしてもう一個のこっちだね。これはなんだろうね、ちょっと開けてみようかな。よし、うわー、これも頑丈にしてあるな。すごい硬いぞ。よいしょよいしょ、すごいな、セロテープが手にいっぱいくっついちゃったよ。そしてここの辺ちょっと穴開けてみようかな。そしたら早く取れるかな。よいしょよいしょ、あ、ちょっと取れたぞ。よし、せーの、それ、せーの、それ、よーし、取れた取れた。さあ、これも同じように開けてみようか。わー、上が開くね。うわー、すごいね。ここは顔だね。かわいい顔してるね。あー、これはもしかすると。よいしょ。結構これ有名なやつだね。よいしょ。あ、そうそう。チンプイ。そうそう、このチンプイってやつだ。こんなシリーズもあるんだね。あ、そうだ。よし。早速じゃあちょっと組み立てていこう。まずはチンプイの顔を作っておこうか。あれ、ここじゃないな、ここだ。よし、せーの、せーの、ガチャン、できました。チンプイの顔ができたね。チンプイの耳とか体がくっついてるね。これもじゃあハサミで切って取り出していこうかな。まずは耳、もう一個、よいしょ、これも、もう一個も、よいしょ、耳、もう片方の耳ね。で、これが体だね。これが体だね。よいしょ。さあ、出ておいで。じゃじゃーん。チンプイの体。チンプイの体をくっつけて、この耳もくっつけるんだね。よし。これ反対かな？こっちかな？よいしょ。あ、ついたついた。よいしょ。はい、できたよ。チンプイだよ。チンプイとドラえもん、赤いドラえもん。みんな、このガチャガチャなかなかいいガチャガチャだね。結構これ置いてても可愛いよ。ね。
さあ遊ぼうドラえもん。うん、いいよ。みんなも一緒に遊ぼう。